じは、可動域を失敗したので入ってないんですけど、見てる感じはありましたか？はい、しっかりと、はい、皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は背中のトレーニング、背中の筋肉を一つ一つ紹介しまして、それぞれの背中の筋肉に有効な種目を一つずつ紹介していきたいと思います。まずはじゃあ背中の筋肉ちょっと見せていただきましょうか、はい、背中の筋肉、この広い面積、これが僧帽筋です。この僧帽筋、上の方、中央、下の方、3つに分かれます。この上の方と中央、特に肩甲骨を寄せていく動きを行います。そして全体的にですね、上中下僧帽筋全体的に肩甲骨を上に上げていく上方回旋というんですけれども、そのような動きも行います。この2つの動き有効にしてくれるような種目としましては、ローイングなんですけれども、上半身を起こして行うローイング、これが僧帽筋にとってとても有効になります。またちょっと何も持たないでエアーでやってみましょうか。上半身の角度50度ぐらいにしましょうか。この状態でローイング、普通のローイングというとですね、腰の方に引くことがあるんですけれども、僧帽筋狙いの場合は垂直、真上に引いていきます。この時の僧帽筋の動きを見てください。垂直に引きます。この状態の角度で腕を垂直に引いていくと、このように僧帽筋全体的に収縮しているのが分かると思います。はい、じゃあこれでやってみたいと思います。広背筋をあまり使わないというようなやり方もあります。僧帽筋に注力して広背筋にあまり効かせない方法です。広背筋というのは内旋、内側にひねっていきます。ですので、この逆にこのように外旋していくと広背筋の作用を避けられるということになります。ですのでダンベルローイングで外旋していく、そして垂直に上げる、こうすると広背筋よりも僧帽筋に効かせられるということになります。では早速やってみましょうか。はい、重さはお任せします。外旋して行うダンベルローイングですね。ですので最初手の方を前に向けます。はい、上げながら外旋、そうです。じゃあこの僧帽筋の動きを見ていただくと、とても収縮しているのが分かると思います。外旋することによって広背筋をあまり使わない。あ、全然怖いじゃない。よくですね、このダンベルローイングでこのようにひねってる人います。外旋立ててる人います。多分その人広背筋狙ってると思うんですけれども、実は僧帽筋に効いてる。外旋させると僧帽筋ということは覚えてください。はい、ありがとうございます。どうでしょうか、僧帽筋効いてる感じはありましたか？はい、しっかりと、はい、このような状態を少し立てて行う、垂直に引く、外旋させる、そのような動きをすることによって僧帽筋全体的にうまく鍛えることができます。では次、広背筋いってみましょうか。広背筋というのはこのあたりですね。で、広背筋とですね、同じように働くのがこちらにある大円筋、上の方にある筋肉です。で、この広背筋と大円筋、何が違うかというと、肩甲骨にくっついているかどうか。大円筋は肩甲骨にくっついてます。広背筋は肩甲骨またいでいますのでくっついてないです。ということになりますので、広背筋をうまくストレッチさせる場合、腕を真上に上げてください。このようにですね、体幹部と腕の距離が、角度が大きくなると広背筋がストレッチされてきます。でもこのように上に上げた時、肩甲骨も一緒に上がってるんです。肩甲骨が上がってるということは、あんまり大円筋はストレッチされてません。ですのでここの角度が広い、ややナローのチンギング、ナローのプルダウンだと広背筋に効きやすいということになります。
じゃあ、ナローの筋肉やってみましょうか。オーバーグリップでいいです。オーバーグリップで肩幅よりちょっと広いぐらい。これがですね、あんまり狭いと今度上腕二頭筋に効いちゃうんですね。ですので、肩幅よりちょっと広いぐらいでいいです。このようにすると広背筋全体に効いてきます。じゃあ、2、3回いきましょうか。で、ストレッチが大事ですので、しっかり伸ばす。腕と骨盤の距離を長くするような感じだ。このように広背筋が伸びているのが分かると思います。はい、ありがとうございます。上体と腕の角度を広くする。こうすると広背筋がストレッチします。いや、腕の角度ちょっとワイドにしてみましょうか。これぐらいにするとあんまりストレッチしません。でも大円筋のストレッチ度はさっきと一緒です。つまりワイドでやると広背筋の関与が少なくなります。大円筋の関与が強くなります。ですので大円筋上の方を狙いたい場合はワイドでやる。じゃあ目いっぱいワイドでやってみましょうか。こうするとさっきよりも下の方よりこの上の大円筋の方が使われるのが分かると思います。はい、ありがとうございます。大円筋と広背筋の違い分かってきましたでしょうか。はい、私は分かりました。そして広背筋のローイングもちょっとやってみましょう。内旋の動きがありますので、今度はダンベルローイングで内旋するんですが、はい、先ほど垂直にありました僧帽筋狙う、広背筋を狙う場合は斜め後ろ伸展の動きをしますので、伸展しながら内旋させる。そして伸展の角度を多くするためには前傾の角度をちょっと強くしないといけないんです。ですので、できるだけ深く前傾して斜め後ろに伸展する、内旋する、この3つを意識してやってみましょうか。斜め後ろに内旋です。重すぎた。このようにすると広背筋が使われているのが分かるかと思います。斜め後ろ、そうですね。はい、ありがとうございます。後輩筋肉の感じは、はい、全然可動域重く失敗したので、はい、入ってないんですけど、ちゃんと収縮で入ったので分かりました。じゃあ次にですね、背中のインナー両頸筋をやってみましょうか。両頸筋は肩甲骨を下の方下方回転していきます。ベンチにまずうつ伏せに入ってみましょう。はい、うつ伏せになって片方の手を背中の方に持ってきます。で、この状態で肘と手をできるだけ離してこうすると肩甲骨が下の方に持っていきましょうか。これも軽いダンベルを持ってもう釣りそう。ダンベルを体から離します。マジか。多分ですけど先生、これ3キロですか。3キロです。やばい。じゃあちょっと軽くしてみますね。はい、行きましょう。2キロでした。もっと肘を曲げてこういう感じです。両頸筋が弱いってことになります。じゃあ逆の手でいってみましょう。はい、では持ってみましょう。ちょっと両頸筋が弱いかもしれないです。はい、ありがとうございます。このようにダンベルを背中から離していく。そのようにやるとですね、背中のインナーである両頸筋を鍛えることができます。これは肩甲骨と下方回転、特にチンギングですとかラットマシンで最後まで引きつける、この時に働きますので、これが逆に強くなると最後まで引きつけやすくなるということになります。では最後に脊柱起立筋ですね。背骨の
周辺にある筋肉なんですけれども、これを鍛えるのによくデッドリフトやることがあるんですけれども、今回はですね、背骨を曲げ伸ばしする。デッドリフトだと背骨が伸びたまま、まっすぐのまま動くんですけれども、ここでは背中を丸めていく、丸めた状態から伸ばすということで、ボールバックエクステンションやってみましょう。このようにボールにうつ伏せになりまして、では胸の前で組んじゃいましょうか。でしっかりと体を丸めて、ボールに沿って体を丸めてから起こしていきます。丸めて、思いっきり起こして、これでですよ、脊柱起立筋が動いているのがよくわかるのではないでしょうか。丸めて起こして、普通のデッドリフトでもいいんですが、このようにボールを使ってしっかりと背骨を曲げ伸ばしする、これが脊柱起立筋をしっかりと鍛えてくれることにもなります。では今度は逆に手をついたまま足の方を上げてみましょう。そうです、足をつけて丸める。これはリバースハイパーと呼ばれる種目でもあるんですけれども、結構腰痛の予防ですとか治療にも使われる種目ですので、腰が痛いという方、このボールを使ったリバースハイパーも良いと思います。で普通にやるとですね、このように結構可動域が狭くなっちゃいます。床についてしまう、ね、ということで、これを解消するのがベンチの上で行う方法。このようにインクラインベンチ、角度は低めでいいです。インクラインベンチにボールを挟みます。そしてスミスマシンなどのバーを持って、これで足の方を上げていきましょう。そしてしっかり下ろして上げていく。この脊柱起立筋が動いているのがよくわかると思います。腰痛の方にも非常にいい種目ですので、このリバースハイパーぜひ試してみてください。今回は背中の各部位について一つずつ有効な種目を紹介していきました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。山本由伸です。この度第3回バルクススクールオープンキャンパスを開催することになりました。こちらのバルクススクールオープンキャンパスでは、バルクススクール講師の授業を実際に体験できる、トレーナーになるまでのステップを明確にできる、バルクススクールに優先枠で入会できる、こうしたメリットがございます。開催日時は2月7日月曜日19時から22時まで、講師は竹迫正嗣、茂田大吾となります。当日スクール会場では実際にスクールメンターの竹迫とお話しいただくことも可能となります。遠方にお住まいの方はぜひオンラインでご参加ください。参加枠に限りがございますので、ぜひお早めにお申し込みいただければと思います。詳細は概要欄をご覧ください。お待ちしてます。